1元10金100均です。というわけで、お久しぶりです。お久しぶりでもねえか。まあ、という感じで、前パート、前のパートでダイヤモンド券を買ったんですけど、まあ、今回何をしたいかっていうと、まあ、前のパートでもちょろっと言ってたと思うんだけど、その、なんだろうな、バトルタワーってモッドが入ってて、まあ、それにね、結構スポーンとかがあるので、それを殺せばね、そのいっぱい金がザクザク手に入るんじゃないかと、まるで、まあなんつうんだろうな、夢の塔です。夢の塔、ドリームタワーですよなぜ、あそこあんじゃん、あるわ、うわすげえ、だから今日はそれを探す旅ですみたいな感じで言おうと思ったら、そこであったっていう、このなんていうんだろうな、企画倒れ感。あ、まあそれは仕方ないね、近くにあったからこれは仕方ないんだわ。あ、そっか、これ飯出ないんだまだ。マインクラフトバージョンは 1.6.4 なんで、まだ羊では肉が出ないっすね。まあとりあえず、まあ前のパートでこの剣を買ったんでいけるんではないかっていう浅はかな考えがあるんですけども、いやでもね、正直ね、あれが必要かもしんないね、防具。あ、なんかたま消えた。なんかバグ多くない？なんか、拾えない卵。バラバランバラン、うすごい。なんでこの卵落ちてんだ？ありがとうよ。これもね、いざという時にはね、武器になるんで、こいつをね、ぶっ放して、何あれ？あー、そういうパターンね。このね、なんだろうな、そのバイオームに応じた、なんだっけ、その、タワーが生成されるんだよね、確か。で、これはね、ネザーラックでできてて、中身がソウルサンドかな？でできてるから、足が取られるっつうね。あ、こっち雪なんだ。そっかそっか、オッケーオッケー。まあ、とりあえず、サクサクっと攻略していきましょう。こんな感じ、チェストとかあって、で、スポーンがあるので、ちょっと待ってね、飯食おう、飯。とりあえず、まあ、戦はね、やっぱ、腹ごしらえからですわ。男たるもの空腹を生きろって。前パートでなんかわけのわかんないこと言った気がするんだけど、それは何怖い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 、ちょっと待って、今年一怖い。あー、そこからか。ビビったフリだけどね、これは。本当にビビったわけじゃないから、こっちから行こう、こっちから。で、とりあえずね、そのね、特にいいもんなし、とりあえずこういうのはね、壊さないで。あ、やばい、じゃあ石炭で、ちょ、待って、やばすぎる、これ、ちょっと待ってね、ちょっとブレイクタイム欲しい。あのね、なんでもっと荷物整理してこなかったんだっていう話なんだけど、あのさ、その、なんだろうな、足が取られるからさ、逃げるに逃げられないしさ、あととりあえずこれでさ、その、なんだろうな、トラップ的なの作れたらいいなと思ってるから、一応壊さずに。そんな出待ちあるかよ、お前。ジャニーズのファンじゃねえんだからさ。オッケー。そのジャニーズのファンに対する出待ちの偏見的なのやめた方がいい。うん、間違いなく。まあ、とりあえずこんな感じで速攻制圧していきましょう。しょうもないな。まあいいや。どんどん。うわ、マジ走りずれ。これはだるいわ。ここら辺の欲しいね。ちょっともらっとこう。よし。ささっとね、ささっと制圧しましょう。やっぱ足取られんな、マジで。足がやばめっちゃ取られる。すごい、もうこの足の取られ具合で言うと、なんだろうな、泥の中で走ってるぐらいの感覚だね。このな、謎の例えが言ったのかいらなかったのかはさておき、絶対いらなかったと思うけど、どんどん行きましょう。うわ、やべえ、出待ちだ。これジャニーズのファンだ。ジャニオタだ、ジャニオタ。偏見がすげえけど、とりあえず、ちょっと。せいや、何、どこ、毒雲か、これ。その雲か、ちょっと待って、イージーになってんか、これ。イージーになってるかもしんない。ちょっと待ってね、イージーノーマルにしとこう。毒の影響を受けたいから。うわ、なんか間違えて看板つけちゃった。間違えた。なんかめっちゃ笑ってんだけど。なんでこんな笑ってんだ。まあいい。まあいいよ。うん。ここら辺置いとこう。しょうもねえな。しょっぱすぎんだろう。ちょっと、絶望的にチェストの中身がしょぼいんだけど。ちょっと待って。怖い。OK。いいぞ。全然大丈夫、ひるんでねえよ。だからここら辺のソウルサンドがなんか地味に壊れてる感じのは仕様なのか。仕様じゃなかったら俺は怒るけど、だいぶ、9割のテンションで怒るけど。やばいな、気づけばこんなに体力が減った。とりあえずここら辺で休憩しましょう。今でどんぐらい金溜まってんだろう。322、思った以上に溜まってねえな。あと飯が若干やばいけど、このリンゴで耐えれるか。あと何回ぐらいあるんだ ?1、2、3、4回ぐらいありそうだな。やべえな、これは。ちょ、痛いな。来いや。どこ？あれ、おらん。よしよしよし。ラッキーラッキー。ラッキータイムよ。
こういうね、歩きやすいところ、落ちたくねえな。こういうね、歩きやすいところを伝ってこの制圧する感じ、もうプロでしょ。間違いなくプロなんだけど、俺。もうプロかプロじゃないかって言ったらプロじゃないんだけど、プロなんだけど。この謎の発言を残し、死んでしまうのではないかという恐怖感、そして絶望に駆り立てられながらも、僕はダンジョンの制圧を急ぐ。釣り竿か、まあいいだろう。あとどんぐらいだ？あと3回ぐらいか。でもなんか松明がやべえな。松明やべえわ。荷物のせい、ちょっとここでチェストの中に荷物置いていこう。いらない、いいわこれは。いらない、ちょっと一応置くと。いらない。これはいるか。こんな感じでちょっと行こう。てか夜になりそうなんだけど、やめてくれよ。夜になったらめっちゃ湧きそうなんだけど、それは怖い。ただ単に湧きそう。普通にこの中が暗いからっていう理由で、ちょっと待って、今湧いただろ。やばい、毒が。待って。毒やべ、ちょっと待ってよ。今ゾンビ湧いたけど、落ちていったのが、もしかして。バカすぎんだろう、ちょっとそれは。あ、やったね。ちょっと飯がね、ありがたいな、ちょっと。死にそう。毒やっぱ強いね。イージーでやっとけばいいものを、なぜ、まあ、ノーマルにしたのかっていう、まあ、疑問はね、まあそこら辺に捨てといてください。捨てといてくれるとありがたい。よし、どんどん行こう。うわーやべえ、全然さ、この変わり映えがないからさ、実況がしづらいって言おうとしたら死んじまうときに。はい。はい、死んできました。うん。寝ます。寝てリベンジ。うん、死んじまったぜっていう、ね、そういうリアクションはね、もう全然取らない。死んじまったぜ！よし、戻ってきたぞ。スクリーンショット撮ってるな。気にしないで。うん、スクリーンショットは気にしないでほしい。よし、じゃあどんどん行こう。あった、ここだ。あ、金とかもやっぱ落ちるんだね。なんか、ゴールドの位置バグってない？バグってるよね。バグってるよー。そんなとこじゃなかったよ、さっきまで。か、下に落ちたやつもあるか、じゃあ。ちょっと待って。奇跡的に落ちてないの？そんなことある？まあいいや。そのね、やっぱ防具がないのね、結構きついね。この上がボスか。あれ？あっちにもあんな。あっちにもある。あ、村があるぜ！村。村がある。だから俺は村がある、つって。雪のとこに村がある。これはモッドのやつかなんかだったかな。で、あっちにもバトルタワーがある。いや、いいね、これ。うん、今回収穫でかいよ。収穫がでかい。あ、出た、ボスのところ。オッケー、気合い入れていこう。なんかね、ボスのやつはね、一風買ったね、クソ野郎。あ、やばい。ここ全然制圧できてなかった。危ねえ。てか、なんで湧いてなかったんだろう。そういう、あれか。そういう、あれだな。どういうあれだわってなんだわ。あ、まあ、とりあえず行こう。これで死んでもね、全然大丈夫。俺はめげねえから。いった。怖い。めげねえとか言ったけど、地味に怖かったわ。怖いわ。痛い。全然、はめた。死ぬ。いや、戻りたくない。まだ。まだ待って。怖い。めっちゃ怒ってんだけど、怒りすぎでしょ。さすがに怒りすぎよ。暴れん坊将軍だな。やっべ、めっちゃ暴れてる。あら、死ね。突然暴言中に、あれ落ちちゃったか、お前。あれ落ちちゃってんじゃん、バカ。あ、ごめん、バカにしてごめん。ちょっと待って、これさ、待てよ。なんかバグってるって言おうとしてまった。バグってんだけど。これやばいぞ。これマジで防具ないとさ、舐めすぎてたな。これあれだわ。どんだけ体力があるかとかもね、正直よくわかんねえからさ、勝てるか勝てないかのどうかもわかんねえんだけど、これ大丈夫かな？勝てっかな？次回予告。一度負けてしまい、地味に意気消沈した男。勝つために取った行動と、二度目のリベンジ。果たして、勝つのか負けるのか。次回、百均シス。デュエルスタンバイ。